令和6年9月10日火曜日に津野市役所で令和6年度津野市統計グラフコンクールの表彰式が行われました。統計グラフコンクールは統計の知識を広めるとともに統計の表現技術を高める機会に触れることで市民の皆さんに統計を身近に感じていただき統計の必要性や重要性を広くご理解いただくことを目的として行っています。今年度出品された34作品については8月29日に茅野市統計グラフコンクールの審査会を行いました。その中で金賞、銀賞に入賞された9作品9人の皆さんが茅野市長から表彰状を授与されました。最後に審査された金沢小学校の阿部教頭先生から好評があり、みんなが気になる身近なテーマやデータ量が豊富な作品もあり、図やグラフを活用した表現方法を高く評価され、来年もチャレンジしてほしいとエールを送っていました。使えるようなそういう生き方もねしてもらえるととても嬉しいなと思いました。10代20代の選挙に対するイメージと上がらない投票率です。だんだんその中学生になってその投票できる年に近づいてきたのと、なんかあんまり若者が投票してないみたいなことを聞いていたので、本当にそうなのかっていうのと、なんで入れないのかなと思ったので調べました。